弦学史重奏曲第1番と単調作品13は、カール・ニールセンが作曲した弦学史重奏曲。1889年12月18日に、コッペンハーゲンで詩的に初演された。ニールセンが公表した4作品の弦学史重奏曲の、うち最初の作品である。書き上げられたのは1889年であったが、その後1898年2月3日に、 公開初演を迎えるにあたり少々改定が加えられた。特にニールセンは修学賞に概要と題される箇所を追加し、第1、第3、第4学賞の主題をその部分にまとめている。演奏はアントンス・スベンスンに率いられて、コッペンハーゲンにあるオット・フェローズ・マンションの小ーホールで行われた。ニールセンの作品のみを集めた演奏会は、急な告知だったにもかかわらず大入りとなった。 当日のプログラムは、その他に、ピアノのための、ユモレスクバが出る、公共的組曲作品8、バイオリン・ソナタ第1番委長長作品9であった。曲は1900年に出版され、60歳の誕生日を迎えたヨハンス・スベンセンへと検定されている。約26分。冒頭から、緊張感の高い第一主題が奏でられる。 フレイ1もなく16部音符の急速な動きによる計画に入り、その小刻みな動きを残したままチェロに第二主題が出される。フレイ2フレイが熱を帯びて、頂点を迎えた後に、フレイを使ったコーと静まっていき、定時部を反復する。両主題を用いて充実した展開が行われ、フレイが力強くそうされると再現部となる。定時部とは異なる経過をたどり、 第二主題は、第一バイオリンにより再現される。最後は三連符が絶え間なく、聞こえる中に静まっていく。穏やかなフレイさんの主題に開始する。フレイさんフレイさんが、おおらかに歌われて、クライマックスを築いた後、速度を上げて3、4拍子に転じ、アジタートの中間部となる。フレイ4やがてフレイさんが16部音符のトレモロ音形を伴って回帰し、 盛り上がった後に静まっていきピアニッシッシモの終わりを迎える。フレーゴで勢いよく開始する。楽奏が突如停止してチェロのアクセントが挿入される。フレーゴ中間学説を挟んでフレーゴを繰り返しと中長のトリオとなる。特徴的なチェロの導入に始まるトリオは2つのバイオリンが対比法的に先導していく。この楽章、とりわけこのトリオからは、 ニールセンの幼少期の音楽体験が垣間見える。フレー6スケルソダカーポとなり、フレー5が繰り返されると、高台と接続されて、力強く締めくくられる。発想表記として掲げられるインキートは、せわしなく、慌ただしくといったフレー7により咳立てられるように幕が開ける。フレー7拍子が頻繁に入れ替わる経過を挟んで、リラックスした主題が導入される。フレーその後、 定時部コデッタで扱われた音程と、フレー8を主に用いて大きく展開が行われていく。フレー7の再現に続いて置かれるのが概要であり、フレー1とフレー5が大砲を用いて対地される。曲はさらにフレー8を再現、と中長々で、フレー1が奏されて堂々と全曲に幕を下ろす。カール・ニールセン協会によれば、本作はニールセン作品中でも、 屈指の人気を誇り、彼の弦楽四重奏の中では最も頻繁に演奏されているという、ありがとうございます。